ビッグモーター西尾店の前の県道では、街路樹が2018年ごろから徐々に枯れ、県がこれまでに数本を伐採する対応を取っていました。県によりますと、昨日職員が店を訪れて聞き取りをしたところ、店長が除草剤を使用した可能性があると回答したということです。使用した時期や回数、頻度などについてはわからないということで、県はすでに採取した土壌サンプルの分析を進めるとともに、街路樹の原状回復に向け、店側と協議を進めるとしています。